沖縄県の暴力団長らく県内に大暴力団組織として存在してきた極竜会と沖縄極竜会、その大門。本校、沖縄県の暴力団では沖縄県における暴力団の歴史並びに様相について解説する。沖縄県警察の報告によれば2007年における県内の暴力団構成員の総数はおよそ660。その内訳は およそ370名が沖縄極流会の構成員、およそ260名が極流会の構成員、残りのおよそ30名が東亜会見吉見工業の構成員となっていた。さらに2011年の報告では沖縄極流会の構成員がおよそ430名、極流会の構成員がおよそ300名、吉見工業の構成員がおよそ20名で、 那覇市や沖縄市を中心に49の事務所があるとされていた。20年来の分裂状態にあった極竜会と沖縄極竜会とが2011年に合併し極竜会へ改組この極竜会が翌2012年に暴力団対策法の定めるところの指定暴力団とされ、以来県内唯一の指定暴力団となっている。さらに同時期に 東和会計吉見工業が解散したことにより、県内の組織暴力団は極竜会のみとなった。この申請、極竜会の構成員数は、2014年3月末で約470名、2017年12月末で約340名となっている。元来、沖縄には任教道の伝統はなく、日本本土に見られる幕トや敵屋の類は存在しなかった。 また社会からドロップアウトした者は、今度や海外に移民したりしたので、暴力団を生み出す土壌そのものがなかった。戦火アギャーの取り締まりを行う、米軍憲兵と民警察沖縄戦集結後、生活基盤を失った多くの住民は、アメリカ軍からの配給に頼っていた。そのような中、米軍基地から物資を盗み出し、それらを売りさばいて、利益を得る、戦火。 アギャーという行為が横行し、足場と呼ばれるゴロツキが数多く登場した。一方、本土や台湾との密貿易も盛んに行われ、これによって巨万の富を得る者もいた。これらの犯罪者が集団化したのが沖縄の暴力団の起源である。1952年頃になると、コシライソンを拠点とするコザ派とナハ市を拠点とするナハ派が形成されるようになった。 小座派は、戦火、アギャー絡みを起こし、特院外の A サイン認定店舗の用人防御を、しのぎとして、手掛けるようになった。当時は料金を踏み倒したり暴力を振るう、アメリカ軍兵士が多く、これらを実力で阻止する用人防が求められていた。一方のな母は、空手道場の門下生が主体で、生活のために用人防御を手掛けたのが起源である。 これらの組織は離合集散を繰り返し、対立構想を繰り広げた。第一次沖縄構想で両者が衝突した後、小座派が合わせ派とヤンバル派とに分裂、那覇派からも普天間派が分かれてゆく。第二次沖縄構想で、他の三派から攻撃された合わせ派が壊滅し、残った三派の中でも、第三次沖縄構想で普天間派が攻撃を受けて解散し、 結局な母とヤンバル派の二敗分立状態に落ち着いた。1970年になると沖縄の日本復帰が現実味を帯びるようになり、本土暴力団の進出を阻止するために沖縄連合、極竜会として一旦は統一された。しかしその後も組織内の争いは絶えず、第四次沖縄構想で山口組が進出。1983年にも、 第5次沖縄抗争が勃発している。1990年に沖縄極流会が分裂。これを機に第6次沖縄抗争に発展し、暴力団員のみならず警察官や一般人までも巻き添えで殺害される事件が発生した。これをきっかけに暴力団対策法が制定された。1992年より極流会、沖縄極流会の両団体とも暴力団。 対策法の定める指定暴力団となった。極竜会、沖縄極竜会の冷戦状態は21世紀まで続いたが2011年に沖縄極竜会が極竜会を吸収する形で極竜会が発足。翌2012年3月29日に極竜会の指定を取り消し沖縄極竜会を解消する形で改めて指定暴力団に指定された。 沖縄県の暴力団は、本土の暴力団には見られないいくつかの特徴があった。東亜会の大門、沖縄連合、極竜会の後ろ身にあたる極竜会と沖縄極竜会以外では、東亜会系列の吉見工業が県内唯一の暴力団であった。読みは、吉見で地元経済人としても知られた義母年をによる右翼団体としての創設により、 1965年頃に、東亜海の前身、東西会の沖縄支部として発足。そのおよその人員規模は、1996年に30人、2011年に20人と報告されていた。最盛期にはおよそ200人を要したこともあったという。代替わりを経て、近城吉尾を市場に据えた、二代目吉美工業として2012年に至るまで存続したものの、 同年3月をもって解散。会長の説明によれば、長引く不況や暴力団排除条例の影響を理由としての解散であった。これによって、県内の組織暴力団は、沖縄極流会と極流会とが一本化した極流会だけとなった。ありがとうございます。